キャンベラディープスペースコミュニケーションコンプレックスティドビンビラローカリティマップキャンベラ新宇宙通信施設はオーストラリア首都特別地域のティドビンビラにあるマランビジー川の盆地に設置された地上局である。この施設は NASA のジェット推進研究所によって運用されているディープスペースネットワークを構成する施設の一つでありティドビンビラ新宇宙追跡局と呼ばれることもある。 時の欧州首相であるロバート・メンジーイズ臨席のもと1965年3月19日に開設された。地球は自転しているので宇宙探査機と常に更新できるようにするためには地球の自転に合わせて設置した通信局を順番にバトンタッチする必要がある。この施設は世界に3カ所あるうちの1つで他の2つは スペインのマドリード新宇宙通信施設と米国のゴールドストーム新宇宙通信施設である。2018年現在、4台の大型のアンテナが使用されている。1972年に64メートルアンテナとして完成、運用開始した。1987年に直径を70メートルまで拡張。1989年、 ボイジャー2号の海洋星接近のために性能を向上した。2018年現在でも現役であり、南半球で最大の操縦可能なパラボラアンテナ。1997年に完成、運用開始。ビームウェーブガイドと呼ばれる方式で操縦診を行う。地下に操縦診装置を配置することにより、アンテナ構造上の負担を最小限に抑えながら、 アンテナの重量が軽減され、電子機器を無線ノイズからさらに分離することができる。2014年に完成、運用開始。ディープスペースネットワークアパーチャーエンハンスメントプロジェクトの一環として建設された34メートルアンテナ。2016年に完成、運用開始。34メートルアンテナでこちらもデイップの一環として建設された。 1964年の建設当初からある26メートルアンテナ。火星の歴史的な最初のフライバイであるマリナー4号を支援し他の d s n 機とと共に火星の最初の画像を受信している。1980年に34メートルに拡大工事を行い15年の設計寿命を伸ばし性能を向上させた。2000年に性能の不連続性 構造の金属疲労、駆動機構の大幅な修復不可能な摩耗などの理由からサービスを終了した。合計70メートルのパラボラアンテナは探査機との通信に使用されない、時間帯にはオーストラリア国立望遠鏡機構の電波望遠鏡の一つとして天体観測に用いられている。南半球では最大光景の電波望遠鏡であり、世界中でも アメリカのグリーンバンク望遠鏡、ドイツのエフェルスベルク電波望遠鏡、イギリスのジョドレルバンク店問題、ラベル望遠鏡について、第4位の光景を持つ稼働型電波望遠鏡である。ありがとうございます。